ちょうどね、カモシカがね、僕のね、4メーターぐらい先に。わあ、行っちゃった行っちゃった。行っちゃった行っちゃった。はい、こちらカババです。ここはね、高峰高原前ホテルです。ずーっとこっち行くとね、浅間山の方面ですね。で、南の方にね、ちょっと開けてまして、目の前がね、まあ八ヶ岳が綺麗に見えてます。ちょうどね、赤岳から横岳、あと硫黄の爆裂火口、あと天狗がね、ポコポコっと2つ見えてますね。はい、そんな感じでですね、今日は浅間山を登っていこうと思います。ここがね、浅間山の登山口です。はい、ここ現在地ですね。で、車はね、高峰高原ホテルに停めさせてもらいました。で、ここから登山口に入って、で、今日の予定なんですけど、今ね、もう11時近いんですよ。10時50分なんで、まあ、草滑り降りてってこっちの方までは行けないんで、目標はですね、この黒富山まで行って、まあ、今日の山頂はここということで、また戻ってきたいと思います。はい、いきなりね、登山道2つに分かれてますね。一応下調べでは、まあ、表コースって方がものすごく景色いいとこを歩くらしいんですよね。で、中コースは林の中を行くらしいんですが、若干中コースの方がコース的には短いそうです。 300m ぐらいね。ただね、ぐっちょんぐっちょんとこう歩く可能性があるっていうんで、今日は表コースを行ってみたいと思います。あー、こういう感じなんだね。実はね、浅間山って初めてなんですよ。宇都宮からだとね、そんな遠くはない距離にあるんだけど、どうしても浅間寄るぐらいだったらっていうんで、先に長野の山行っちゃうんですよね、いつも。あとね、やっぱり火山情報とかで、まあ、結構不安定な情報が出てくるんで、ちょっとそれもね、足が遠のいちゃってる理由だと思うんですが、いやー、でもね、よく晴れたね。いい天気だね、晴れた。うま一旦降りて登り返すパターンかね、これだいぶ降りてきたね。だね、まだ降りるの？まだ降りるみたいで、あとはあと 5、60m 降りんじゃねえか、これ。そんな降りるかな。うん、はい、こっから登り返しですね。気持ちのいいね、尾根道歩きをしてますが、
目標はあれかな。あれかもしんないね、黒富山。はい、12時25分避難小屋ですね。おお。こうなってるのね。今ね、12時28分。はい、目の前ね、なんか開けそうですね。おお。おお、チョコレートケーキ。あ、これが、槍ヶ瀬。これは綺麗だね。すごいね。あそこ登ってる。これが遠見の頭で、向こうが黒富山かな多分。すごいね。うん。おお。すごいね。先週行った水垣山もね、相当すごかったけど、ここも負けず劣らず、奇岩が、いっぱいありますね。はい、槍ヶ瀬からね、2、3分降りてきたところで分岐があります。この中コースの方はこっち通っていくようですね。はい。じゃあ、先に進みましょう。おお、こういう感じなんだね。はい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 。いや、これは絶景だね。え？もうちょっと上行こう。あそこが東海の頭じゃないか。すんごいポイントがあるな、ここは。素晴らしいよ。ここはね、ちょっと気をつけないと。ここはね、落ちるとやばいところだね。おい、着いたぞ。東海の頭、12時49分、12時50分ですね。東海の頭に着きました。いやー、すごい。すごい、ドゼック。じゃあ行きましょう。僕がね、山登りをずっと始めてからだいぶ経つんですけど、ルールを設けてましたね。
それはね、これはもうずっと何十年も変わってないんですけど、午後の1時、13時ね、13時を超えてから新しい山は目指さないと、登り始めないと、まあいうようなことで、さっきね、遠見の頭出発したのが12時58分だったんで、まあギリギリセーフですね。1時超えたらね、13時超えたら黒布山は行かない予定だったんですけど、まあ、ギリギリ2分前セーフだったんで、まあ、今から向かってます。多分ここから20分ぐらいだと思うんですよね。まあゆっくり行きたいと思います。よいしょ、なんだこれ。ああ、地震じゃねえや。火山の噴火予知のね、機械。なるほど。そうだよね、ここ浅間山の正面だもんね。はい、1時18分。黒布山です。こんにちは。おぉ、来た。黒布山2464。はい、もちろん目の前はね。はい。浅間山です。すごい。うわぁ。すごいね。よいしょ。ご飯美味しかったです。で、これで、出発地に戻りたいと思います。ほら、カモシカだ。大きいね。うお、かなり大きいよ。ちょうどね、カモシカがね、僕のね、4メーターぐらい先に、うん、わぁ、行っちゃった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 。はい。今ね、3時12分戻ってきました。あのね、行きとは別に中コースっていうのかな。そうそうそう、中コース。行きはね、こっち表コースで、下りはね、こっち中コースから来たんだけど、いや、えれ早く帰ってきちゃった。戻ってきました。疲れた。でもね、いや、すごくいい山登りでした。まあ遅い時間に出発したんでね、黒布山までということでしたけど、まあでもね、浅間山の上までは登れないし、どっちみち浅間山を見るということで言えば、ね、黒木山とか蛇骨だけあたりから見るのがいいのかなと思いますね。はい。じゃあ、そういうことで、今日も、無事戻ってまいりました。今回もね、ご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。カンパパでした。